ではレッツゴー。なんとこのお店ラメーナさんタムカノンタムキニーナカ、ここにお店があるんですけど、カンカンタムキニーナカ作ってるんです。ここに工房があって、それをちょっと見たりもできるし、それをね、手作りのここで作ってるものを買うことができるみたいなんで、ハルピもちょっと買ってみたいと思います。เป็นเหมือนคุกกี้อ่ะกรอบๆใช่อร่อยจังใช่จังอันนี้นี่เหมือนกันนี่ก็ขนมโบราณซานีเลดบีนโตไพแอปเปิลโตอันนี้ไพแอปเปิลนะเลดบีนหมดอันนี้ค่ะเลดบีนอันนี้หมดแล้วเนาะมีสับปะรดสับปะรดอินเจียนไพน์อัพเปิ้ลขอบคุณค่ะอินสตาไลน์ดิงこれなんだ、何洗い、まいろ、あ
黄色のクッキーみたいな感じ。いただきます。何の味だこれ。何の味だ。よっちゃんやんかい。なんだこれ。食べたことがあるような気がする。なんだっけこれ。でもなんか日本のクッキーとは違う。マイムアンティーイープンクッキーティーイープンだ。ロッチャンマイムアンガンだ。なんだっけこれ。なんか食べたことある気がするんだけど何かわかんない。忘れちゃった。アロイマーカクロッポ。こっちのパスタとはまた違うカリカリさって、すっごい美味しい、うん、いいね。じゃじゃん。お魚さんすらこれはサイサポロナハシプソンバハトクマハナハランチューアニーナハ食べてみよう。なんかさ、日本にもこういうお菓子ありそう。なんかなんていうのこういうやつ、わかんないけどありそうな感じ。はぁー、ホークリマーハン。頭から尻尾からどっちがいいかな。尻尾から。いただきます。台湾のパイナップルケーキみたいな感じ。おいしい。うん、なんもんがんな。アロイマーハン。ということで今回はプーケットのオールドタウンではなかったんですけど、そうオールドタウンの近くのお菓子屋さんでお菓子を買って食べてみたんですけど、めちゃくちゃ美味しかった。めちゃくちゃおすすめです。今回は3種類食べたけど、他にもあの試食したやつも美味しかったし、他にも種類がたくさんあったので、ぜひプーケットに行った時は食べてみてください。買いに行ってみてください。美味しかった。また行きたい。ということで、この動画がちょっとでもいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。やるもグッドライク、グッドシェア、グッドサブスクライブ、グッドリン入っちゃいなか、10番クリプトンパイナハ、バイバーイ。